おはこんばろちゃおう。皆さん、ヨーマジンファイナルイベント残り2日ですが、イベント攻略できたでしょうか？自分は今回イベント攻略を目指しているので、攻略に向けてラストチャンスガシャを回していきたいと思います。さあ早速引いていきます。確定枠のない10連目です。ん？虹カットイン、これはでかい。10連目で特攻キャラを当てたい。ああ来たね、花火。さあ気を取り直して20連目。金カットイン、これは期待できないな。抽選ワイプを使ってやってきました。レッドランク以上確定枠です。新カットイン、新キャラは一体も持ってないので止まるはず。おお、騎士なんだ侵入。このキャラは完全体シオンの特攻を持っていて、なおかつウォッチンのリップドロステージの特攻キャラでもあり、今イベントにてめちゃめちゃ活躍してくれます。引き続き Z ランク以上確定、40連目です。おお、ここで二次カットイン。確定枠のキャラは金カプセルから出るので、この時点で Z ランク以上2体以上確定です。金カプセルが止まった。おお、獅子二鉄です。おそらく確定枠でしょう。このキャラも完全体地温の特攻を持っており、ボッチ作成にも活躍してくれます。ボッチ作成を目指している自分にとっては嬉しいキャラです。お、また金カプセルで止まってくれました。さあ何が出るか。おお、獅子だから。このキャラは獅子二鉄特殊の特攻を持っており、なおかつボッチのリップドロステージの特攻キャラでもあり、ボッチ作成にも活躍してくれます。二次カプセルからも受信ガチャラです。まあしょうがないでしょう。確定枠ラストの50連目。ラストも金カットイン。ちょっと沈むか。未所持キャラを当てたいところ。ああ、また受信ガチャラ。ちょっときついな。まあ気を取り直して60連目。また確定枠なしからのスタートです。60連目、ゴミ。70連目。70連目、ゴミ。またやってきました確定枠です。あと2回の確定枠で決めたいところ。またまた金カットイン、止まってほしい。止まった。月雲来い来い。おお、80連目でやっときました。妖術月雲です。このキャラはゴルフの特攻を持っていないものの、このミッションのせいで UG ランクキャラをゲットするのに必須なので、ここで出てくれたの派でかい。あと大玉とサクちゃんが残っていますが、正直どっちもいらないので、ここで一旦ラスちゃんが初対戦。UG ランク入手にはゴルフクイーンが必須なので、ゴルフレベル9、10攻略していきます。だらだらゴルフの映像を流すだけだと面白くないので、ダイジェスト形式でやっていきます。10無事に攻略できました。そしてこいつがレベル10攻略報酬キャラの完全体シオンです。個人的にダブルゼータでありながら、本イベント最強キャラだと思っています。スキルがでかくに振りと溜まった状態で、ご来攻略のスエンマがいなくてもタップ周回ができる点、必殺技が太陽消しとなっていて、ダブルゼータ以下攻略でも活躍してくれる点、あとひょっちんじ君とのコンビで半永久的にループができ、スコアタでも使える点、スコアタ、周回、強敵攻略の3つで活躍できる万能キャラです。個人的に今イベントにてこのキャラを入手できたのは本当に良かったです。まだ取り巻きボスを倒してなく封印ができてないので倒しに行きます。取り巻きボス攻略はゴルフ同様、ダイジェストでどうぞ。できるだけ封印したので早速倒していきます。封印は1と4のにしてないです。なので攻撃力の弱体化ができないので、攻撃を一発も受けずに倒したい。今回はこのパーティで挑みます。自分はコボチアマテラスや王将マリンを持ってないので、ミカサで代用しています。ミカサが過ぎたマリン完全に勝てそう。お、ミカサのサイズアップスキルのおかげで攻撃を一発も受けずに勝てました。これは余裕で90秒以内にクリアできたでしょう。おお、勇まし発の UG ランクの龍馬超人剣をゲットです。やった。
性能としては、必殺技スキルともにあんまりインパクトはないものの、全然強い妖怪だと思います。今のところ出ている3体の UG ランクは入手できているので、これからもニャンゴ UG 以外は全キャラ揃えたいですね。それでは今回は、この辺で、あとこのゴーマケがあるのでよかったら見てね。お疲れ様でした。みんなも了解ゲットじゃぞ。